大谷翔平、3割1分、30本、67打点、OPS、1.070、率直な感想。何？やばすぎ。率直に言うとやばすぎる。シーズン終了後の成績と言われても信じそう。打者だけで MVP、やばすぎると思んなくなるよな。21年大谷を再び見れるとは思わなかった。WBC からフル稼働なのもすごい。三冠王は無理やろさすがにと思ってたけど取ってほしいわ。打率がね。この前の登板日のマウンド降りた直後に28号ぶちかました時は、さすがにちょっとこいつやりすぎじゃね？ってドン引きの空気が一瞬だけ流れたよな。憧れるのはやめましょう。憧れるわ。6月終わってこの成績とかキモいわな。ホームラン数がおかしい。よくは言わないから50本打ってほしい。後半戦は子宮頸炎祭りになりそう。頼みのトラウトがあのざまやし。ホームラン王取ってくれ。MVP は怪我しなきゃ不調だろうと余裕や。できすぎて逆に心配になるレベル。とりあえず50本はどうにかクリアしてほしい。大谷、45億、30本、中日、25億、30本。中日コスパ良すぎはロタ。神で草。首位打者取ったらリアルミュートどうなっちまうんや。